語の魅力がね、廃れてしまうとアプリでポロコを読む人もいなくなってしまうので、情報の質は絶対よっていうのは、はい、もう変わらずというか、これからもっともっと上げていきたいなと思っているので、この番組は北海道を愛し、北海道の活性化を目指すボスたちと、北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは、今日は札幌の情報誌ポロコの統括編集長、福崎里美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポロコはもっと札幌を好きになるをコンセプトに、札幌の食とライフスタイルを発信する情報誌として1997年に創刊。地域に密着して取材した様々な情報を独自の編集とデザイン、美しい写真で紹介しており、そのクオリティの高い多彩な情報や企画力、表現力が多くの女性読者に支持されています。ポロコといえば、札幌の美味しいものだったり、はい、季節の情報だったり、本当に私もずっとお世話になってるんですけれども、ありがとうございます。毎月あれだけのこう情報をこう集めて本にするのって大変なんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、はい、もう1ヶ月に1回なので、うん、そこに向かって全力っていう感じなので、うん、毎日放送してるテレビとかとちょっと違う大変さなのかなとは思いますね。今日はそのね、編集長を務めていらっしゃる福崎さんにいろいろお話を伺っていきたいんですが、はい、福崎さんはご出身はどちらですか？出身は一応旭川です。一応いや熊本にもちょっといたりもしたので。そうなんですね。でも長く、小学校から長くいたのは旭川ですね、うん、小さい頃は将来何になるぞみたいなのって思い描いてたんですか？もうなんか小さい時は本当いろんなことになりたくてそれこそテレビに映ってる人いいなとか、海外にいろいろ行ける仕事いいなとかっていうふうに、子供の時はやっぱりいろいろ空想するじゃないですか、はい、でもやっぱりこう大学生ぐらいから大学が小樽だったので、はい、それもあって小樽ってこうすごく素敵な観光地なので、うん、はい、お店とかカフェとか雰囲気のいいところがいっぱいあるので、うん、なんかそこにこう旭川から小樽に行った時にいろんなお店巡りを勝手にしてたんですよ、お金が続く限り。でなんかこういうのが仕事だったら、でずっとそれをしていけたら幸せだよなと思ってたんですけど、うん、でもそんな仕事なんてないよなと思ってて、今だとねグルメの、まあ、インフルエンサーとかブロガーとかいると思うんですけど、はい、うん、その時特になかったので、まあ、それは仕事にならないだろうなと思いながら、うん、こうやってずっと過ごせたら幸せなのになと思ってました。なるほど。で実際に進まれたのはどういう道だったんですか？実際はその大学が小樽商科大学で会計学とかを学んでたり、資格一生懸命取ったりしてたので、ちょっとだけ金融機関に行きました。へえ。で金融機関からまた転職をされてるってことになったんですか？そうなんです。本当にちょっと一人前になる前にもう辞めてしまった感じなんですけれども、うん、やっぱり今は変わってるかもしれないんですけど、結構男性社会で、まあ、女性の総合職で入ったんですけど、うん、そういう人も他にあんまり数がいなくって、もうサクッと辞めてしまいましたね。なるほど。で次に飛び込んだのはどういう世界ですか？でどうしようかなと思いながら、たまたま普通に求人を見つけて、で情報誌、大手の情報誌で札幌っていうのを見つけたので、ものづくりとか本作るのが楽しそうだなと思ってそこを選んだんですけど、作ることもするんですけど、なんかバリバリの営業会社だったんですよね。なるほど。あれ思ったのとすごい違うと思って飛び込みとかもやったりとかして。もう本当の営業ですね、それはもうね。そうなんですよね。でもやっぱりこう飲食店さんとかに行ったり、やっぱり新しいものを見つけて営業をしていくっていうスタイルなので、なんかそれがこう自分の性に意外に合ってたりとか、同期と励まし合ってる間になんか意外に向いてるなと思って結構やってましたね。じゃあバリバリ営業職で、バリバリ営業職やってましたね。なるほど。ポロコとの出会いっていうのはどういう形だったんですか？
ちょっとまあ、プライベートでいろんなこともあって、はい、一回そこを やめざるを得なくなったんですけども、はい、その時こう楽しくなっちゃってたので、うん、全然やめたくなかったんですよね。でもちょっとこういろいろしょうがなくて、やめて、でいざさて仕事を新しく何しようっていう無職の状態の時にちょうど 2,3 社あったんですよね。なのでそこに応募して、うん、でまあ、ポロッコがたまたまこう面接なんか何回かやったんですけど、最終面接をした時にまあ、その最終面接した数時間後の帰り道にもう来てくださいって電話をくれたんですよ。普通せいぜい次の日じゃないですか。だから他の面接とか残ってたけどもうやめてそこにします。やっぱ縁なのかなと思って。あ、なんかこう義理を感じますね、そこにも ね。そうですね、やっぱり面接終わって歩いてる時ぐらいにも電話かかってたんですよ。だからやっぱりそこまで言ってくれると本当に、ね、欲しいと思ってくれたのかなと思って嬉しくなって、はい、もう他はどこに行っても一緒だろうから一旦ここで頑張ろうと思ってみましたね、うんうん、で実際ポロコに入ってからはどんな仕事をされたんですか？でそのポロコに入った時もいろいろこう部門があって編集で受けたはずなんですよ、はい、ただやっぱりこう前職がずっと営業なので、はい、いやとりあえず営業やってみないみたいな感じで、でまあはあっていう感じで、はい、営業だったんですけども、うん、ポロコに入る前が結構大手だったので、うんうんまあ、いろんなこう営業するにしてもシステム的なものとか、うん、あとこうリストとか、うん、持っていくための資料とかいろいろ整備されてたんですけど、はいはいはい、やっぱりポロコって今でこそ創刊26なんですけどちょっとあんまりそこまで整備されていなくって、うん、その営業マン一人一人の頭の中に全て入ってるみたいな、あそこ前こういうの載せたっけとか、はいはい、データベースも何もない状態だったんですよね、はい、なのでちょっと人が変わったりとかそれこそ退職してしまったらもう一からやり直しっていうところで効率がもうすごい悪いなと思って、結構それをずっと言ってて、でそれをやりたくて、でそうなるとある程度やっぱり管理職とかにならないとやれないんですけれども、まあ、たまたま入ったばっかりだと営業って絶対目標値があると思うんですけど、はい、目標も少し低めに設定されたので、うん、その210%ぐらい達成したのかな。もともと低いけどキャリアはあったので、すごいですね、はい、っていうのと、そのいろいろ改革したいこともあるっていうことで、うんまあ、すぐに管理職で部下とかをつけてもらってっていうところで、うん、やっぱり一番はその営業しやすくするっていうことを初めいろいろ試行錯誤でやってきましたね。なるほど。じゃあやっぱりポロコに入っても最初はその営業系のことをやってきて、はい、で編集長になったのはどういうタイミングなんですか？まあ、営業のその時うちにポロコ以外に北海道生活とか3媒体全部であったんですけれども、はい、うん、そこのなんか営業局長みたいな統括をやっていて、うん、はい、でそこにちょうどポロコの編集もくっつけたっていう感じなので、なるほど、普通の今までの編集長って、まあ、クリエイティブの、はい、編集畑の編集長なんですけれども、うん、事業を両方見るみたいなスタイルの編集長で、編集長というのは名ばかりでも営業もするし、うん、編集も見るしっていうのが今のポロコでも初めてでしたね。なるほど。今までどっちかというとクリエイター用事だったんですけど、はい、うん、事業ごとやんなきゃいけないっていうところなので、へえ、やっぱりなんか編集長のイメージって、まあ、どのメディアでもやっぱりその作る側、実際取材して作る側の人がだんだんこうステップアップして編集長になるみたいなイメージあったんですけど、はい、そうじゃなくてやっぱり営業サイドの視点を持った人をこう編集長にも据えるっていう、結構その会社としても大きなチャレンジですよね、きっとね。そうですね、はい、やっぱり数字見れる人じゃないとっていうことに今後は今なっていくと思うんですけど、はい、なるほど、はい、どうですか、その、まあ、自分がそのクリエイティブの上にもこう立つっていう編集長というポジションになって、ポロコという雑誌自体はどういう変化が起きたんですか？まずこう何やろうかなってなって、うん、で今までの人と同じことをやってたらせっかく私がなった意味がないなと思っていて、で、あれですね、まあ、いろいろリサーチとかをきちんとやってするとこう営業で持っていく時も言いやすいじゃないですか。でポロコの読者が何を求めているっていうことをちょっと深掘りするために座談会みたいのをやったりとか、ネットのアンケートとかよくやってたんですけども、読者モニターのアンケートとあと座談会でも人を呼んでどういう情報を求めているかとか、こうビジュアルをいろんな雑誌を並べて
でこの中で本当に実際札幌の女性がどれにガツンと響くのかなっていうのをやったり、うん、今までやっぱり感覚でやっていたものがしっかりこう何をベースにするかっていうのが、うん、編集のスタッフにも活かせたんじゃないかなと思います。なるほど。誰に支持されているのか、はい、何を求めているのか、うん、新しい顧客をじゃあ得るにはどこが開拓の余地があるのかっていうのが皆さんで共有できるっていうことですね。そうですね。今一番こう福崎さんが力を入れていることってどういうところなんですか？今はポロコはそのままで、ポロコがいいって言ってくださる人たちもいるのでその情報の価値はそのまま で、うん、でとはいえ、スマホを持ち歩くっていう生活様式に確実になっているので、はい、去年やっぱりアプリをリリースしたんですよ、はい、で そのアプリの、用途としてはやっぱりポロコの最新号、その有料会員になっていただく必要はあるんですけど最新号とあと12ヶ月ポロコが読めるんですよ、うん、バックナンバーが、はい、であとアプリだけ限定のすごくお得なクーポンをですね、うんうん、とても割引したクーポンをお店の方に協力してもらってっていう2台の柱になってるんですけど、うん、今までやっぱり雑誌って先月載ってたパン屋さん教えてってなんか電話とかかかってきてもよく分かんないじゃないですか、はい、でもアプリだと今いる場所でパン屋さんとかパッと出せたりとか、あと行きたい場所でパッとカフェが出せたりとかするので、うん、当たり前なんですけど、雑誌をずっと作ってたので、うん、すごくこれ便利だなと思って、うん、で紙で見る良さってやっぱりね手触りがあったり、はい、写真が大きく見れるっていうのはあるんですけど、そこにやっぱりこうじゃあ雑誌をずっと持ち歩いてくれるのかっていうと、うん、スマホは確実に持ち歩くので、なんかそこの便利さの要素を入れたいなと思って、うん、去年思い切ってそれを作ったんですよね。アプリ化したことで今までになかった何か反響とか声とかっていうのはありましたか？はい、いやまだちょっと道半ばって感じなんですけど、はい、でも社内でもやっぱり本をアプリで読ませちゃうっていうところで、うん、本の雑誌の、ね、部数が減ってきたりとかするじゃないですか。なるほど、はい、でも結構その意見があったんですよ。反対というわけじゃないですけど、そういう今何部売れたっていうのを一生懸命頑張っているところに影響が出るんじゃないかっていうマイナス的な意見もあったんですけど、どっかで思い切らないといけない時に、やるなら私がやるしかないなと思って、紙の美しさは紙で見たいんだけど、うん、やっぱり便利さ考えたらアプリがいいよねっていう人がもっともっと増えてきたらいいなと思ってます。でもそこはやっぱり営業部門と編集部門の両方のトップにいる人がそれを決めるから、こうグループの中でのハレーションとかも最小限に抑えられるなって、はい、これ編集だけ見てる人がじゃあアプリ化するぞって言ったら、いや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 って話になるじゃないですか。そうですね、お金はこっちでやってるけど、はい、それ無理だよって、はい、ポロコの魅力がね廃れてしまうとアプリでポロコを読む人もいなくなってしまうので、情報の質は絶対いいよっていうのは、はい、もう変わらずというか、これからもっともっと上げていきたいなと思っているので、うん、どっちもテーマはもちろん抜けないなって思っているし、うん、まだまだ両方頑張らないとなと思ってるんですけど。そうか、雑誌とアプリを両方を使ってポロコっていうブランドをどんどん高めていくっていう、はいはい、そうですね、いやすごいですね。考えること増えてますね。増えてますねもう本当紙のアナログ人間なのでもう大変でした、うん、作るの半年ぐらいかかったんですけど、デジタルに頭切り替えるみたいな、はい、なるほど、いやご苦労があるんですね、うん、ボスとして福崎さんが心がけてることって何かありますか？ちょっとカリスマ型のリーダーシップっていうよりも、うん、サーバントリーダーシップって言って、例えば決断したり方向性決めたりするのは、リーダーがやっぱり率先してやらないといけなかったりするので、そこは意識してやるんですけども、その後のプロセスの部分はメンバーたちの意見をちゃんと聞いて尊重して、で納得感を持ってやってもらうっていうところを、意識してますね。スタッフたちの方がいいアイデアいっぱい持ってる場合もあるので、方針決めたらあとはスタッフたちといろいろ意見を出し合ってっていうのを、時間を割くようにしてます。どうですか、これから北海道、札幌の情報をどんどんこれからも扱っていくと思うんですけども、どんなこう未来が見えますか？そうですね、やっぱりポロコはポロコで札幌
幌女性グルメではこうナンバーワンであり続けたいなと思ってるんですよね、うん、はい、でそこで情報の価値は高いよ、わざわざお金を買って、ね、あの払って買う意味があるよっていうところは、うん、あの絶対にもっともっと強くしていきたいんですけども、それを紙という形で出すだけではなくて、まあ、さっきのアプリもそうなんですけども、あの新しくオープンする商業施設だったりとか、うん、飲食店に何か一緒にやったりアドバイスできることがないかとか、あと一緒にイベントをやって、まあ、札幌をもっと盛り上げていくとか、うん、ちょうどコロナも明けたタイミングなので、まあ、女性向け札幌グルメっていうところでこの情報いいよって思ってくれてるところと、紙以外の取り組みもいろいろやりたいなと思ってます。あ、もうこの札幌の情報誌の中のもうトップランナーとしてこれからも私たちに素敵な情報を届けてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。